リタイタ、カナミたちだ。ようやく見つかりましたね。でも肝心の十条さんは？あれはタギツ姫。ようやくだ、ようやく隔離世への門を開くことができる。おい、上を見ろ。空がおかしなことになってるぞ。空が裂けて、あれが隔離世の門。どうしたらいいのですか。タギツ姫、ひよりちゃんも返して。目的を果たした以上、もはやお前たちに用はない。人脈を使った瞬間移動か。おいおい、あたしらが来る間に一体何があったんだよ。マキさん、あの空は一体。僕にもわからないが、よくないことが起きているのは間違いなさそうだ。ねえねえ、なんか黒い雪みたいなのが降ってきてない？黒い雪？これは一体。これは雪なんかじゃない、荒玉だ。地面に落ちた雪が膨れ上がって荒玉になった。何これ。来るぞ、鈴鹿、夢、構えろ。この花鈴鹿、参ります。全部片付いたようですわね。でもこれまで戦ってきた荒玉より随分と手強かった気がしますが。二人とも、たった今真庭本部長からメッセージが届いた。上空のあれはタギツ姫が開いた隔離世の門だそうだ。隔離世の門？つまり今の荒玉は隔離世からやってきたということですか。ああ、そう考えて間違いないだろう。ってことは緊急事態ってこと？そういうことですわ。なら私の強いところたくさん見せられるってことだよね。頑張るぞ。ああ、頼りにしているぞ夢。でも無理は禁物ですわよ。分かってるって。つながった昼子御霊にお祝い申し上げます。ニシンを取り込み、隔離世にある本体ともつながりを得られた今、姫が打ち潮に歯を唱えるはもはや必要。これからも粉骨最新にてお使いを。いいね。は、今なんと。いいねと言った。もはや貴様がなすべきことは何もない。何をおっしゃるのですか。私の忠義はすべて姫に捧げ。貴様ら誰にお刀を向けている。高津学長、聞こえなかったのですか。タギツ姫様はいいねとおっしゃったのですよ。ご心配には及びません。タギツ姫様は今後、僕たちこの得体がお守りします。ふん。そんな、なぜ、姫。あとしばしだ。
まさか十条さんが多月姫に取り込まれちゃうなんて。しかも隔離用の門が開き始め、荒玉が溢れ出てきています。日本各地の都市だけでなく、自衛隊も出動して対処に当たっているようですが。つば九郎さんを助けに行った時に隔離用の荒玉と戦いましたけど、いつも戦ってる荒玉とは比べ物にならないくらい強かったですよね。まさに未曾有の危機ってやつだな。隔離用の荒玉ちゃんたちと戦えるのは嬉しいぜ。いつもは不謹慎に感じる小吹ちゃんの言葉も、今は心強い限りね。本学付近で荒玉の出現が確認されました。当時は至急出撃準備をお願いします。繰り返します。本学付近で荒玉の出現が。うわっ、私たちの出番みたいだぜ。みんな出撃だ。この部隊は最強だぞ。行くぜ、愛しの荒玉さん。ほらよ、愛してるぜ。お楽しみタイムは終了ってか。やっぱり隔離用の荒玉はものすごく強いですね。ああ、いっぱい遊べて楽しかったぜ。みほのちゃん大丈夫？十条さんのことを聞いてからずっと心ここにあらずって感じだけど。あ、ごめんちね、かなみのこと考えてた。かなみの目の前で十条さんが、すごくショックだったと思うんだ。だから大丈夫かなって。こんな時に他人の心配かよ。いつまでもへこんでねえで、多月姫をぶっ倒しに行けばいいじゃねえか。日和の弔い合戦ってやつだ。誰もが七の里小吹のように単純ではないですが、気持ちの切り替えは大事ですね。ああ、喧嘩売ってんのか。いえ、褒めているんです。こんな時こそ気持ちの切り替えが大切ですから。あー、調査隊のみんなだ。やったね。ゆい、調査隊の皆さん、お元気でしたか。げ、またお前らかよ。そう嫌そうな顔しないでくださいよ。私は小吹さんたちと会えてとってもハッピーです。もっと再会を喜びましょう。というわけで、清香ちゃん、再会のハグをしよう。嫌です。お前らめんどくせんだよ。どうせまたノロを奪おうとするんだろう。当然ですよ。多月姫様に献上するため、そのノロを渡してもらいましょうか。このやりとりはもう何度目かわからないけど、多月姫のために使われるようなものを渡すわけにはいかないわ。山城ゆい、鈴本花、どうやら正気に戻る気配はないようですね。無論説得もできそうにない。ならば二人はここで拘束させてもらいます。あ、そのアイディアもう笑い。私たちが勝ったらみんなを拘束させてもらいますね。そしてあんなことやこんなことしちゃいますから。ユイ、敵と慣れ合うのはそのくらいにしておくんだ。小隊長として他の隊員に示しがつかないだろう。ごめんなさい。それじゃあ始めましょうか。この絵隊突撃。精一杯頑張ります。まだだ、もっと私を満足させろよ。全力チャンス。心の準備はできました。さっさとやらせろ。時は来た。援護するわ。ありがたい。スキガチありがとう。行くぜ、愛しの荒玉さん。Yeah!
いるぞ。切り込む。私から行くね。横取りすんな。はい、ほらよ。ねえ、いやは私に。さっさ、さっさとやらせろ。時は来た。行くぜ、愛しのアラザマさん。ほらよ。行くよ、清水。やはり調査隊は強いな。まずいです、花さん。私、強化薬が切れかけてます。一旦引いた方がいいかも。なんですか、このものすごい雄たけびは。おい、あそこを見ろ。この絵隊たちの後ろ、嘘みたいにでっかい荒玉ちゃんが現れたぞ。そんな、あれは大荒玉。どうしますか。幸い近隣住民の避難は完了してますけど。今あれと戦うのは得策ではない。一時撤退、作戦を練り直す。あの大荒玉、ものすごいスピードでこっちに向かってきますよ。私たちはどうすれば。あんなのが現れるなんて見てない、タギツ姫様。なんて重い一撃。ユイ。僕たちではどうにもならない。この絵隊撤退。引くぞユイ。でも、こいつを倒せば大量のノロが。ユイ。こんなところでごめんね、ニク。